岩田 TV。 私たちの学年は合唱を学年の自慢にしようと、昨年この市役所駐車場で歌ってから、ある時は愛知県の動物園で、ある時は磐田市のショッピングセンターでとミニコンサートを行ってきました。そして来年度5月、修学旅行でいよいよ目標であった世界遺産での合唱、京都市は清水寺でのミニコンサートに挑みます。今日はその時に歌おうと考えている曲を披露させていただきます。まだまだ練習不足ですが、一生懸命歌いますのでよろしくお願いします。では聴いてください。大切なものと変わらないものの2曲です。
12日にやはりこの場所で合唱をし、今日は3月11日、こうやって私たちはまた無事にみんなでここへ来ることができました。2年前のあの震災のすぐ後に私たちは中学校に入学しました。それからもちろん学校生活は楽しいことばかりではなく、泣いたり怒ったり喧嘩してイライラしてくよくよして、14歳の私たちなりにいろいろなしんどいことがありました。それでも私たちはみんな揃ってまた自分の足でここに立っています。それは本当に幸せなことだと私は思います。4月から最上級生になる私たちはまた歌と笑顔を大切にし学校生活を送っていきます。今日は聞いていただいて本当にありがとうございました。